今日はずっとホテルに、はい、まあ、キラキラがラストだったん でそこから一回ホテルに行って、はい、でこっち出てくるんですけども、はい、出てくるまでに2回メガネどこ行ったかわからないようになって、出てくるまでにですか1回だから布団の上に置いてたんやろな、一つは一つは、はい、一つ置いてたんですよ、はい、でどんなにどう探してもない、はい、もうちょっとどうこのまま行くのもいいで別に、はい、全然見えるんですか。いや見えないけど見えちゃダメじゃないですか。危ない。タクシー乗せてもできたらまあそこまでは分かるやな、まあ、近くでね、うん、でまあええわと言ってふっと見たら布団の上にあったから、うん、よかったと思って、うん、でまあ他用事するやんか、で今度出てきたら、うん、またないね。何でやろ、どこにあった、外したんですね。なんか外したんやね、うん、うん、ほんだら風呂の湯船のこっちに置いてた、うん、へりのところですか。へりのところに、あやっぱベッドとか風呂とか外すタイミングがありそうだったんですね。そう置いてた。どこ探してもめっちゃ笑うぐらいなかったで、これ笑うぐらいない。つなげるのもした方がいい。何がね、なんかなくさないようにこうそのメガネ、ね、あるじゃないですか、ね、ここねずっとこうつなげとくみたいな。いやまあ嫌いや、なんかやのなんか安物のなんか高い家のおばはんみたいな感じ。いやそんな、マダムが、確かにマダムのイメージあんなん今かけてないやろマダム。でも言われますけどね、マダムは多分つけてますよあれ。いやどこで見んのやマダムを。テレビやろ。いや僕の知り合いのジュエリー売ってるマダムがつけてますよ、はい、うさんくさいな。うさんくさいって何ですか僕の知り合いを。マダム感ありますね。マダム感ジュエリー売ってるんですよ。ジュエリー売ってんねんけども、はい、それをお前と仲えっていうのがうさんくさい。お前いつもそんな人と付き合うやん。いやそんな僕は変な人とばっかり付き合ってるみたいに言わないでくださいよ。いやほんまそうや、割とそういうの多いで。いやでもそう言ったらメガネと今僕今日サバエで落語会やってましたけど、斉藤、ね、はい、さんのお世話になってね、はい、みんなお客さんで来てくれて、うんうん、その後メガネミュージアム見に行ったら、それこそ笑福亭鶴瓶のメガネって当たりましたよ。すごい著名人、もうねメガネってやっぱ顔ですね、はい、もうメガネで分かる。浅香光雄さんの光雄さんのメガネとか、ああそうそう、上岡さんのメガネ、ああそうそうそうみたいな。で俺のはちゃんとおーってなりましたよ。ちょっと待って、はい、みんな死んだはんねん、はい、なんでお前そのね、死んだ人。僕も今言いながらあれ個人のばっかり言ってるなと思って今探したんですけど、ちょっとすいません、ちょっとでもむせてるちゃんと。いや本当にごめんなさい、すいません。いやあさんまさんもいました、さんまさんも、いや、まあ、若い時のさんまさん、いやついでやんけ、ついでじゃないです。とにかくでも松方弘樹さんとかもまあもうちょっとお亡くなってますけど、でもいろんな方が本当に飾ってますね。他にまあ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 そうですね。あとは現役アイドルとかのそのメガネとかもね、所さんも、所さんもまだ色がついてるなんかちょっとサングラスっぽい所さんのやつとか、ハム太郎かいな。いやいや、ハム太郎じゃないから。え、それ全部そこのじゃメガネ屋さん作ってはるんですか。いや違うメガネミュージアムってとこに飾ってあるの、著名人のメガネ。だから出してくださいって言われんのよ。はー、そうするとね本当に、あ、だ知り合いから頼まれて、はい、あじゃあほんまにこうつけたはったのを飾る。そうそう、あんまつけない、あのあれするの嫌やねんけども、うん、大村コン先生にね、はい、頼まれたから、はい、コン先生に頼まれた。知ってるでしょ大村コン先生、はい、はい、映画のえそれ市川コンさんお前な大村コンさん、大村コンさん知らんの。知らない大村コンさんの、知らん、それこそメガネなんか印象的で、大村コンさんはマリリンは知ってるやろ知ってるよね。知らんの。大相撲、大相撲毎日見てるでしょ。大相撲毎日見てるでしょ。お相撲さんやね。違うね。どこどの世界や、大村コンっていう何しこな回し締めてメガネけた、今なんてお相撲さん大相撲観戦と大相撲見たら絶対ね。いや確かにでも大村コンさんって名前が前出たんですけど、何の人やったかな。あ、私が言ってた有村コンさんですか。そうそう、有村コンさんはいい、その人と間違えんねん。それがコメンテーターのでしょ。違う違う、そうそう、違う違う、もっと昆布売ってはる人ちゃうか。昆布も売ってないよね。昆布売ってはる、昆布ってちょっと近づいたんじゃない。大村昆布ちゃうんだよ。昆布じゃない、違う違う、オロナインやん。オロナイン、オロナミシーや。オロナミシー、オロナインが違いますね。すみません、確かに情報がほとんどないんですけど、ちょっと早く出してください、情報を。泳がす、オロナミシー、オロナミシー。そう、こういうね、もうほらこう何、メガネがさちょっとずれてる。嬉しいとメガネがずれるんですやんか、
知らないの？ごめんなさい、言うたら言うほど俺先生に悪いわこのままだと。はいはいはい、いや何が出てるか笑ってる場合じゃない。元気はつらつの看板の方ですか？あ、看板の方言うても、看板の方というかもう、ね、もう今も元気ですからね。元気です、すごい、今も元気ですよ。へえ、あれへん。え、でどんな方なんですか？こんな方よ、どういうことよ。こんな方やねんよ俺、こっからこの人の有村コンから離れてよ一回。え、有村コンさんも有名かも分かりませんけど。いや、大村コンさんは ね、もっと先輩ですから。エピソードだけしてます。なんか筋トレまだしてはるみたいな。あ、確か、まだだから年齢がね、まだこうね。確か確か、そんなエピソードでね、大村コンが知ってた。何をしたって。何をしたはるって、お笑いやんけ。あ、俺が小さい時見てたよ、大村さんを。大村コン先生を。お前ら先生、ね、それこそドラマとかもさ、いっぱい出られてる。そのドラマ出たらな。で今は相撲もいつもね見られて、参りましょう。相撲って言うからこんなな、もの分からんやつにそばに相撲がいるから大村君ってしこなって言われると思わなかったですよね、はい、すごいですよね。なんだめね、この眼鏡かけて回し上がられすぐ割れちゃうよ本当に。もう、ね、割れた足痛いし割れたらどうですね、毎回掃除しなきゃ。叩き込みなんかできへんね、大村コンさん分かってくれよ。はい、お前大体もう覚えといてや。わかりました。なあ、絶対忘れんの。ちょっと前も大村コンさんの話題してたよ。そうなんですよ、だから それが有村コンさんとまた混じるんですよ。だからその時も私有村コンさんと思って聞いてたから、うん、そのイメージがやっぱ強くて、うん、お前どうしたら治るのそれ。いや、もう全そうなんですよね、全然物覚えへんし、そう、上書きがやっぱできないんですよね。え、何が？初めてのことを覚えられても上書きができない。うん、初めてのことよくお忘れになって、確かに上書きっていうかデータをセーブすることができないんでしょ。確かに、だから何回でもドラマ見れます、新しい気持ちで、うん、羨ましい。え、よら、あ、お前もややこしいこと、おかしいやんけ、そんなもん何遍も同じもん見れたら。何遍も見れます。これ前見たでっていうやつでしょ。ほぼ覚えてないです。だから知らないんでしょ、うん、だから夫はいな、旦那さんは覚えてる派です。うん、覚えてないと、みんな覚えてる。覚えない派とかあるの？同じ名前見てても、あっちは覚えてない派、向こうは覚えてるから、あっちだけが2回見るみたいな感じです。大村コンさん、はい、覚えといてな。大村コンさん、うん、はい、覚えました私も。まあ、みんな知らないの？私も知らないの？知らなかったやんか、うん、顔見れば分かったでしょ。顔見たら分かりました。はあはあ、昔はもうバンドハンドでチドとか、そうそう、はい、やってあるわね。その看板もね、ずっとね、確かに飾ってある、ね、変わってない。ほんだらずっとこのオロナミン C の CM のあれをずっとやったんだよな、これ。あ、その CM を。そうでしょ今も。いやいや、今テレビではもう出てないけども、はい、でも契約はしてあると思うで。あ、看板か。いや、でもあの看板はさすがにあれですから、してないんじゃないですか。いやいや、ここに残ってるやつですから。いやいや、でも残ってるやつやろけども、元気はつらつはいろんな人がやった。そのうちほらだんだん筋肉がある人じゃないと出れなくなってたじゃん。で、今変わったんですよね、あれ。なんか女性に変わったんでしたっけ。あ、そう、確か。なんか若手女優さんとか。そう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 、今出たの。それがね、ちょっといろいろなんか、でも話題にもなって。でもまあ 何十年はやったはったやろ、はい、それは素晴らしいで。そうですね、うん、お元気ですか。ちなみに伊藤園は26年ぐらいやってますからね。すごいな。でもちょすごいですね。え、ずっと続きますね、やっぱり。ずっと愛されますね。お前のよいしょ全然嬉しない。なんですか、よいしょじゃないです。本気で言ってますから。今自然でしたけどね。よいしょに自然とかそういうのないから。今は自然リプレイを見てみましょうじゃないから。自然なよいしょ。さっきもお前ら、俺ずっとこのメール読んでたらずっと喋りながらも物食うて芋けんぴばっかり食うてやな。いや、芋けんぴさんも芋けんぴ食べてましたよ。芋けんぴはね、食べたらもう止まれへんね。だから向こうへ持って行ってくれて。うちのやな、あの正直言うの高林がずっと来て、はいはい、一番食べてましたね。一番食べとんの、これだ、はい、ほんまに顎質の量で驚いてらっしゃいましたね。そうそう、顎を糖質の量で驚くような体ちゃえん。全部が糖質みたいな、あいつほんまよう食べんだよ。いやでも、いや俺もあいつのね、あれで、函館行ったんですよ一緒に、はい、なんか番組で、ほんだらまあ朝一で、あのものすごくあのあれが出たんですよ、イクラが。あ、イクラ、うん、で俺も備え業さん食べられへんから、うん、で丼ぶりバー持ってきはんねや、うん、で俺もまあ持ってきはるいらん言われへんからな、俺これは食べられんな思いながらも、あのもううまいっすわー言うて、あいつ、うん、うまいっすわー
お前うまいうまいっすわ言うてさっきもうまいっすわ言うた言うてたよ、はい、マジっすか言うて、はい、で物持ってきたら何遍もこれ食べてくださいって言われたら、はい、マジっすか言うてガーッと開いとんねん。あいつ日本で一番最初にマジっすか言うたやつやん。嘘やん。お前お前マジっすかのこんなポピュラーなマジっすか。いや今はマジですからね、はい、さんもう誰でもね言いますね。俺とついてる時のそれですからね、高林ですから。何年ぐらい前ですか。それはもうだいぶなるでしょう。 俺もこの世界50年ですから、だから50年とは言わんけど、もう30年ぐらい前はマジっすか言うとったの。なんか言うたらマジっすか言うとったマジっすか広めた方だったんですね。そうそうそう。で飛行機乗っても出たんや、機内食みたいな。機内食で、はい、ほんでまあそれも食べとったわ。俺のもあげた、まあ食べとったわ。どんぶりいっぱい食べたんやあいつ、はい、で俺のもね、向こうで函館でもらったやつも食べよって、もうていいですか言うて、いいんすか、あ食べて、ほんで飛行機乗ったね、飛行機乗った。でしばらくふっと見たら鼻からいくら出たんやマジっすか。いやマジっすか。それの方がマジだ、ほんまやで、マジっすか。どこに隠し持ってたんですか。鼻から3つか4つぐらい出てる。え1個でもないですか。え1個でもない。なんか鼻の中に詰まっちゃったってことで食べすぎて食べすぎてやろな。キャパオーバーで上まで行って回って、いやクラが逃げた、ま、これはほんまよこれ出た、から、ほんで俺あのスチュアーデスの人呼んで、はい、ピンポンって、はい、これはもうこのままほっといたらあかん思ってスチュアーデスの人来はって、どうされたんでしょうって言うから、すいませんと、知らないで、マネージャーちょっと鼻からいくら出てるんですか、ね、そんだらあいつマジっすかって言ってマジっすか、そんなにまだ分かってなかった。まだ分かってなかった。なんでいくら分かる。お願いしますよ、いくら出てたら分かりますよ。いやいや分かってない、分かってない、食べ過ぎて分かんないんですか。もうない、分かれへんねん。もうすごい、だからだいぶあの頭の中が全部いくら入ってたんちゃう。もう入るとこない。お腹入れてたつもりが。すごいな。ほんだもうしやが思いっきり笑ったはったよ。いや、はい、笑ったらあかんけど笑いますよね。いろんな人見てきてるでしょうけど、CA さんもそんなタイプ見たことなかったもんね。ものすごい出てんねん。鼻からいくらは。俺めっちゃ嬉しかったもん。なんでか聞いてえな、あいつなんでそこまで食べたんか。だからどんぶり2杯のあのいくらは食べてますね。うわ、本人食べて、どん食べて。今日なんてまだまだでしたね、まんじゅうと芋けんぴ。もうちょっとしたら芋けんぴが2つ出てるから。鼻から芋けんぴ。それぐらい食べたかったしね、ほんで。結構食べてはいましたね。MBS ヤングタウン。今日でまあアフロが終わってですね、はい、その間の流れでね、はい、あの高林は来ましたけどね、はい、あの今日はもう本当にヤングタウンを見たいと言ってあいつがついてきたわけでございますね。私奥手鶴瓶と金賞亭万堂と田口真理と藤林敦子でお送りしていきます。今夜は生放送です。皆さんからのメールお待ちしています。アドレスヤンタンアットマーク mbs1179.com ヤンタンアットマーク mbs1179.comX でも皆さんからのコメントお待ちしています。ハッシュタグやんにち、カタカナでやん、漢字で日でつぶやいてください。そしてですね、鶴瓶さんの落語会のお知らせがあります。そうですか。そうなんです。今年はキキッパ笑福亭鶴瓶落語会2024と題しまして、キキッパがあれついてくれてるんですね。キキッパ、はいはいはい、大阪公演が11月の7日の木曜日から10日の日曜日の4日間、4日間です。場所はいつもの通りです、はい、森の宮な、な、な、に、うん、大丈夫、森の宮、森の宮ピロティーホール。いや急になんで、なんで外国の人みたいになっちゃう。ちゃんと言ってや。森の宮ピロティーホールです。はい、うん、開演時間はですね、7日と8日の木金は午後6時30分開演、うん、そして9日と10日の土日は午後1時開演、全部で4回公演となりまして、料金は前売り7000円となっています。今日はですね、ヤングタウン日曜日をお聞きの皆様のために、大阪公演の先行チケット販売を行います。お名前、お年、住所、電話番号、そしてご希望の公演日を書いてメールでお申し込みください。番組ホームページにも詳細が載っていますので、そちらもご覧ください。チケットはですね、お一人様1公演のみ、2名のペアで販売させていただきます。なので料金は2人分で1万4000円となります。1人で申し込まれへんねん。
そうなんです、ね、どなたかとお友達を連れてきて、うん、いや誰か誘いたくなりますもん、うんうん、一緒に聞くっていうのが、いやいやもうお前らもうええねんお前らもうええねん全員ですか、僕だけじゃなくて、うん、もう何もう3人ともみんながもう嘘ついてるように思って、いやいや信じてくださいよ、何かあったんですか、いや何も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 何か怖い、はい、メガネ落としてから疑い深くなってるじゃないですか、で今回のチケットは大阪公演のみとなります。今からですねメールアドレス発表します。ヤンタンアットマーク mbs1179.com ヤンタンアットマーク mbs1179.com までです。締め切りは9月16日月曜日到着分までとさせていただきます。そして応募者が多い場合は抽選となります。ご了承ください。当選された方には制作協力の当たりパフォーマンスから9月20日の金曜日までにメールにてご連絡いたします。その時にチケット代のお支払い方法など、当たりパフォーマンスの方から説明いたします。安心してください。たくさんのご応募お待ちしております。ということで今日はですね野球の中継が延長とかもなく5時に始まり、始まりが1時間早かったんで、そうですね、野球はどのようになったんですか、5時から始まったやつは。そうですね、ちょっと、はい、今日は、まあまあ今日はね負けた、今日は、はい、今日はね、まあ、でもずっとね勝ってますからね、はい、そうですね、昨日今日とちょっと、はい、ということでこの後夜11時30分までお付き合いください。負けたんだ昨日もね、あのまあ番組終わって、はい、それであの、あんこ屋さんが来てくれたんですよ。あんこ屋さん、あんこ屋さん、さっき電話してたでしょ、あ、はいはいはい、どうのこうのこうのって、はい、まあ、綺麗な方なんですよね、はいはい、であんこ屋さんがどっか、あの俺はもう帰ろう思ってホテルを帰、ホテルに帰ろう思ってタクシーが来たね。であんこ屋さんどこか知らんやんか、うん、そうだけどあんこ屋さんをあのあれ浮きが乗せよったんやん、あ、俺のタクシーに、タクシーにあんこ屋さんを、何思ったんか知らんから、さんがでずーっと出て、女送ったるわ言うて、うんうん、でおかしな感じやんか、うん、ね、そのまあそうですね、あんこ屋さんにしてもなんで乗せられたか、自分で来るし、家が近所とかでね、前も乗ってたとかだったら、うん、昔の芸能界ではな、なんていうの、はい、な、いや、わかりますよ、わかっちょ言うて説明してな、はいはい、いや、昔の芸能界のこと僕が説明するんですか、だからそのなんかそういうのあるじゃない、なんか昔はね、はい、昔の話でこうなんか、うん、こうタクシーに乗せてみたいな、うん、あ、それそれはまあ知らんけどやな、いや、ずるいですってそんなのがあるんです、そんなの、いやいやいや、タクシーに乗せて違うやん、俺は帰るんだよ、俺ほんまにホテルに帰るのに、はい、そのままホテルに帰るですもんね、ホテル帰るの、ホテル帰るのに、はい、そのままあんこ屋さん乗せたからね、あの送ったろって言うたんやけど、はい、なんかおかしな感じで二人乗ってる、まあそうですね、うんうん、運転手さんも気まずいですね、なんかね、いやまあ、うん、でも運転手さん分からなかったかも分からないけど、はいはい、あいつなんで乗せよったんやことになって確かに一番は浮さんが、いやだから浮さんがもうどんな思いがあったのか、例えば家が近所、あの同じ、いや、うちはね、はい、そういう感じはないんですよ、ないんですけども、はい、なんか態度がおかしいからそういうことになってしもたやろな、どれ、いやいや、だからぐーっと押し込んだからやな、はい、で、あんこ屋さんどこの家分からへんじゃん分からへんの、とりあえず押し込んだ、はい、そうそう、乗るときに、はい、でこの人は電車で帰るってあったよね、はい、私ほんと電車で帰ります言うて、はい、電車で帰るところを、ね、押し込んだんですかところ俺がタクシー乗ったら、うん、あんこ屋さんが乗せ、はい、乗せあって、うきさんは乗らなかったんですか、うき乗れへんねや、いや怖いって、うきも乗ってくれたらええで、ほんまに何が持ってんの、空間作られたから、ね、俺はうきに合図して乗せよみたいになってるからまあそうですよ、ね、だからやっぱり思いっきり喋らないと疑われるやんか、これあいつなんで乗せたんやいうことが師匠の差し金と思うでしょうね、そうそうですねとか言って、でも送ったるわ言って、はい、でもそれはおかしな話やけどね、まあそうですね、いやどこか分からへんよ、でも、もうこのあの分かるとこまで行って自分で降りて帰りなさいって言うの返したやんね、なんかおかしなことしようなあいつなんかどうしたんですか、なんかね、アンテナがそうそう、なんか不思議なことしようよ、ビビってなったんですかね、乗せなきゃって、乗せなきゃ、そんな俺なんでも思ってへん綺麗な方ですからね、あんこ屋さんってなんですか、え、あんこのお店をやられてくれた、ね、そうそう、あんこのお店やってる、和菓子ではなくて、あんこ、あの喫茶店やったはねんな、へぇ、ほんで、あ、そう、まあ、付け加えると、今日差し入れにあんこをあいつが買いに明日買いに行きますからって言うとったよ、うん、そこの家に、はいはい、店にね、はいはいはい、あでそういうことなんやろなと思ったけど、とかあいつが惚れてんちゃうかと思うんですけど、あんこ屋さんを朝行きよってたの、逆に
うん、ごめんね無理やり乗してみたいなのが始まるんですかね、なんかやめばさ差し入れ買ってきてやめてくれって言ったんだけどなみたいなこと言ってちょっと仲良くなろうよみたいなね俺は言ってないよそんなことはそういうやり方をするんですか、いや俺は言ってないなんかわかんないけど嫌な予感するお前がずっと言ってんねんよしよしほとんどお前喋ってんねん失礼しました失礼しましたいやでもでもまあ何もなかったわけですよねなんでマリお前さんま来よったかな思ってなんちゅう笑い方引き笑いでねどこやさんま引き笑いしてました失礼失礼してて引き笑い不思議な、ね、不思議な時間だったんですね、不思議な時間、うん、タクシーの中でどんな話をしたんですか。いやいやあんこの話ですよあんこの話話題はやっぱり、はい、本当に何か喋らなと思ったんですね、何か喋らなあかんもんじゃないとなかなかあんこの話はね、まあ、あんこですよね、え砂糖どれぐらい入れるとかそういうところも聞いてる。いやそんな知らんけど俺分からへんけどね、そのなんていうか朝なんかあんこをずっと仕込みするんだよな、うん、朝から仕込み作らはってるですよね、うんうん、喫茶店やからお客さんのために小豆トーストでも出すんですかね、知らんねんどこ深まるんです、なんでそれを想像で喋ってる、なんで俺にその時間持たそうとすんねんお前え俺も別に気まずいからちょっとは喋ったけどやな、ここで別にあんこの話しなくていいんじゃない、確かにそうです今気まずくはないし、ほんまにそんなことようあるよ、俺前にね俺針行ってたんですよ、針竹村鍼灸院へとこ、はい、ほんで出ようと思ったら石上さんっていうね、うん、方がいたんだけど、その先生が、はい、石上石上って言うてるのよ、はい、でその針の学校に鶴瓶師匠のサインもらうから千社札とかあれを家まで取りに行きなさい一緒にって言って、うん、雨降ってきたんや、うん、石上言うたら、まあ、20歳ぐらいの子が出てきたんや、はいはい、で雨やんか、はい、でそこのね、うん、ここもややこしいねんけども、ラブホテルの真ん中やん、はい、そのお店が、そのそうそう鍼灸院が、鍼灸院が、でそこは古からやってはんねんけど、周りがもうラブホテルになってきて、もうラブホテル街になってるわけ、はいはい、戸を開けたらラブホテルやん、うん、あら、うん、そこにポツンと鍼灸院があるわけですね、鍼灸院があんねん、だから鍼灸院が先やねん、はい、はい、うん、前も鍼灸院から出てきてんね、うん、はい、ほんなら向こうからカメラがあって、いやこれ映画撮ったはったやけど、なんでそこに居合わすんですか、いやすごい、ね、歌舞伎町の女っていうね、はい、あれあの人やわ、前田敦子さんが出たはったやつやと思うんだけど、そこなんで分かったかというと、前の俺の助監が飛んで出てきたからね、ディアドクターの時の、俺がバッと出てきたら向こうに あらあらカメラあれあれってカメラあったらなんか週刊しかなんか、いやそうじゃなくて、ね、完全に映画のカメラやもん、あどれかいカメラだよね、ちょっと映画のカメラで、ほんでカットカットカット言うて出てきはった、向こうが驚いたでしょうね、だってだからみんなそこの人払いした後、はい、塔まで開けられへんやんか、出てこんといてくださいとか、 そうです、ね、そこにガラガラと開いたんが俺やねんドラマのワンシーンみたいなことになりますね、ほんと前のディアドクターのディレクターがバーッ飛んできたわ、はい、何やお前それ言うたら、いや今映画撮ってるんですよって、今映ったんですよ、ショーが映ったんですよってすごいタイミング、その画角に入るのもすごいですね、すごい映ったんですよ、すごい流していいですかってあかんちゅうな、すごい出演の仕方ですね、そうそう、ラブ崩壊で、だからそのね雨降ってた時もラブ崩壊をずっと歩いてたんやけど、二、うん、人で、うん、傘ね、あいあい傘して二十歳ぐらいの子と、朝9時半か10時ぐらい、ちょっとリアル、ま、ちょうどいい時間、そうやろ、うん、ね、うん、まあ、どうしようかな思って、うん、でもうとにかくタクシー来てくれと思って来たんや、うん、で乗ったんや、その、うん、もうしゃあない、そこは逃れる、一緒に乗るやんか、俺とか俺とかそれを聞いてたんか話、もちろんです、うん、もちろんです、いやそこも一緒に飲んでやと思って、いやいやと、こっちは何のやましいことも、ご自宅に取りに行くわけですもんね、それ、そうそうそう、千社札となんか取りに行くんねやんか、うん、で一緒に乗ったやんか、うん、乗ったけど何にもそこまで会話なく乗ってるから、あ気まずい、ね、でタクシーの運転も知らんやんか、はい、俺も何か言わなあかん思うやんか、はい、周り打ってもうたとかやし、でもそう何の気持ちもなしに、うん、気持ちよかった言うたんや、何の気持ちもなし、何か声出すのも、なんか言わなきゃな、あらわ
ほんなその石神さんが、カナダが求めるでしょって言って。いやいやそんな石神さんも。いや石神さんもちゃんとしたやつ、今も真剣に開いてあるけど、でも俺らもあっと思ってよそれ。気持ちよかった、カナダが求めるでしょ。タクシーの運転手さんがなんかおかしな雰囲気だって。いやそうなりますよね、だって新旧院から出てきたこと知らないですからね、タクシーの運転手さんは。そう考えてもあの辺りから出てきたと思いますもん、ね、あの辺りから出てきた。体が求めるでしょ。いやいや、からいやから、何笑ってんの。いやちょっとそう、なんか、いや何でもないです。どうしたの。いやいや笑ってる、笑ってるやん。何かを想像して笑ってる。笑ってますよ。何をそんな笑って、西田とめっちゃ笑ってるよこの人。うん、ごめんなさい、はい、何もないです。いや怒られたみたいになってる。いやいや、そういうとこあるよね、本当に。なんか疑われるっていうのが、あれ何やろね、何にもないねんけどね、はい、何にもやましい気持ちは全然ないのにかかわらず、そんなそわそわあるやろお前。いやもうありますよ。てかもう僕の場合はやられる方が多いですから。どういうことですか。あれ僕話せなかったですよ、あの、うん、話せなかった。いやごめんなさい、滑舌があるって、あの新幹線で大きい方してたんですよ。ああ、そしたら僕あの鍵かけるの忘れて、えそれで「すいません」っつって「財布ないですか！」って言って、確かにあったんですよ、うん、で向こうはもうだからもうまっすぐだから、はい、開けてきたんです。それで僕も全部あの、しかもあのゆっくり開くやつあるじゃないですか、はい、新幹線の あの感じで僕あの本当に御開帳みたいな感じでこう僕とでそれしてもうまっすぐだから財布だけ取ってどっか行っちゃったんですよ。で僕どうしようがないからちょっとこう一生懸命やってもう一回閉めたっていうのはありましたよ。だからだいぶ離れてるやん。離れてる、あんな恥ずかしくないですよ、こっちは。恥ずかしい。で半分削ってでパーってだからもう取ってっちゃったから、それであの人はもう財布のことで頭いっぱいで、僕のよ、なんで閉めなかったんですか。それよね。いやそれよね。じゃだからお腹催してたんですよ。そう閉める多分ね、なかったんですよ。カチャってしないとさ、カチャってしないと、はあ、パッと押すと開いちゃうの自動で。そりゃそうですよ。いやだな。恐怖。なんで俺みんなに気持ち悪がられて最終的に。いやなんか話が話じゃなかった。ずれたかな。何どれなの。いや鍵を閉めんとやる、そうやって向こう開けた、ね、開けたびっくりすんだよそんなもん。一生懸命だったんじゃ。あの開け、俺も開けたことあるよ。だけど和式やね、うん、でおばあちゃんや、うん、うん、バーッと開けた和式でこう見たわけやから。あれね、洋式の方がええやけど。いや確かに、うん、私も和式してる時に開けられたことあります。開けられた、あの鍵の閉め方が分からへんくて、お寿司屋さんで。分かるやろ。いやお寿司屋さんなんか古い、ほんとなんか閉めたことのない、私多分まだ中学生ぐらいだったんですけど、その閉めたことのないパターンの鍵で、閉めたと思ってたのに閉まってなくて、後ろ向きのドアやったから、うん、こう振り返ったら人と目が合ってどうしようって、めっちゃ気まずくて。でも出たらまた寿司食べてあるやけど。いやそうなんですよ、うん、だから親に一生懸命こう、どうしよう、開け開けはった、あの人どうしよう、後ろ見られた、どうしようってちょっと後ろやろ思ってる、見てしまった見てしまった、前が良かったなと思いました。何のことやろ。そのなんていうの、その様式とかが良かったな。あ、いやそういうことかよ、そういう手や、和式の後ろ姿見られるのがフォルムが嫌だったんだよ。後ろ見られるのが嫌だった。違う違う、そうじゃなくて、ま、前を見て欲しかったみたいな。いやいや様式が良かったなって、その時逆ですけど、女子トイレの、女性トイレのところに男性が入ってることがあって、それはそのもう酔っ払ってあって、別にその男性よ女性よっていうのは知らへんかった、もう知らへん、知らなかった、ガチャって開けたら、ほんならどうやった。あ、普通にトイレしてはったんですよ、あの立ったまま、うん、立ったまま、あ、ごめんなさい、ここ女子トイレですかって言ってました。おしっこしてるんじゃないですか。だから分かりますよ、はい、僕は。個室で。俺も分かるよ。いや分かる。分かるよ。別に経験者じゃないですよ。だから、はい、一人で多分あのほら最近の。もう前開けて。前開けてやってたんでしょ。はい、それで、はい、あそうです。ごめん、はい、あこうあらいあ出したんですよ。あすいません。はい、分かってる。みんな分かってますよ。説明やねん。それ分かってるよみんな。そのお相手が。
芸能人だったんです。すごい、何それ。多分言っても大丈夫だと思うんですけど。言って大丈夫なの？大丈夫なのそれ、はい、大丈夫です。でミキの亜生さん。え、いやちょっと待って、ミキの亜生さん、亜生やったら大丈夫です、どういうことやねん。いや俺も今別に、ミキの亜生さんなんですよ。ミキの亜生が女子トイレでやっとったん？あのもう間違えちゃって、本当にもう、え、それ局かなんかの曲じゃなかったです、居酒屋さんの。いや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 、でもほんと酔っ払ってるって。またヤフーニュースになってた。大丈夫、毎回なるんだからねこれ。ねえ、生放送で言うてんねんで、はい、汗もだだ言っていいと思う。芸人って何でも OK なわけじゃないからね。え、かわいそうやないか、あいつも結婚しとんねやないか。すいません、いやでもほんと酔っ払ってはって、よくよくないよね、なんか勘違いしたんですね。すごく難しいマークやったんですよ。汗って弟やろ、うん、はい、弟やろ。でその時、あ、はじめましてって言って締めました。なんで始めました、寿司屋で始めました。いや初めてやな。しかも立ってしちゃってるしね、最近のね、あれでね。え、どういうこと？いやほら、まあ、立ってしてるとなんか言われるじゃないですか。え、言われるんですか？いや、なんかもう最近だってもう全部座ってしてくださいじゃないですか。ああ、あれもね、子供の時からそういう教育をしとけばいいんですよ。子供の時からもう座らせてやらせばいいんだけど、男はお母さんに立ってやりなさいって言われて育つのに急に変えさせられるじゃないですか。え、それ座ってしてくださいって男子トイレに貼ってあるんですか？なってない、なって、まあ、そういうところもあるってこと？あります、ね、俺は嫁に絶対座ってしてよって言われるんだよ。へえ。いや、座ってしてよって、座ってしたいんや。ほんだらあれなんやろな、とうとうやと思うけども、うん、あの俺あのトイレの座ってしてるから、こう閉会式のやつですね、反応でセンサーね、閉会で閉ってこうなってるやんか、はい、その、まあ蓋じゃないよ、はい、ちゃんとおあの男子のトイレすんのに座ってするからこうなってるわけ、そのちょっと下の間からシューってしょんべん出たんや、はい、あれなんやな、わかる？わかります、あれ、あれなんやな、ちゃんと毎回位置難しいんですよね。おう、あのだから蓋っていうか閉まってんのね、男の人しか分からへんから、閉まってんのに、閉まってるこの下からやな、お前言うとこや。いやいや、僕どこにいるんですか、相当いいですか、僕が。あ、お前、でも違うやんか、今どうなってんのか、え、状況説明をして、じゃあ、あの便器と便座の間挟まるってことですか？そんなさ、コントワニワニパニックじゃないんだよね。ワニワニパニックでキュッてなるわけじゃないから、挟まれ。しかもそれだったらあえてやってるよ、お前は。本館あれバッと閉めてくるそんなアトラクション嫌だから、そんなトイレでパニックパニック、いやパニックじゃないよ、想像ができひんもんね。理解してくれや、そんな想像できないです。いやいや、想像できないって、だってそんな隙もないでしょ。いやいや、ない、女のさ思ってるやんか、はい、あれ男はみんなそういう経験あんのかな。あのね、座ってすると結局、うん、なんでこっちだってさ、コントロールできないわけよ。で、こあの下に、で座ってせい言われてるから、もう座ってしたら安心や思ってる。そうなんですよ。で座ってしたら、このさ、閉めたやつとのちょっと間、はい、間にシューン出てくるんねや。俺も情けのってお前。いや、そう、家やで、家や。酔っ払ってると、そうなのよ。で、次の日朝来たら水浸しになってて、なんでこれって思ったら、すごいや。いや、それはだから俺はもう、ぶわっと、俺そうなんじゃないねんけど、出てしもてるからな。もう、トイレットペーパーでぶわー拭くねん。それでも、じゃあ余計汚くなるんやったら、座らん方がいいじゃないですか。座らんねん、座らん方がええねんけど、嫁は座ってしてくれ言うから、座ってすな、座って しなさいブームだからさ今。そんなブームあんの？もう今もう流れがブーム。聞いたことないです。そんな思ったことないですけど。お前らみんな座ってするから、立ってしてくれ言われたことないやろ。いやいや、立ってしてくれ。その相手の男性がにそうしてほしいと思ったことがない。え、嘘？ない。急に例えばさ、どうも、あの、はじめまして、あの、今度なんか彼氏になりました、誰々ですって言って、実家で急にジョビョビョビョってし始めたら嫌じゃない？でも見えてないし。見えてないし。それえ、もしこぼしたら絶対拭くでしょ、うん、そしたら、まあ、拭くよですよね。じゃあ分かんないね、こっちは。じゃあ分かんないですよ。いや、でも家やったら分かんないで、じゃあ出てもたら、ほんまにあと拭いてたら、あとね、ズボンにもかかるのよ。きつい、かわいそう。すいません、ちょっと待って、ちょっと、お前と俺との状況が違うから。いや、違います。何も言われたって俺が、お前、俺がお前全部かぶってもって、俺もそうなんだけど。え、だってズボン下ろして座るでしょ、うん、そうで、するじゃないですか、うん、どこにかかるんですか？どこにかかんねん、お前。いや、だから違います。こうやって、あの何、脱いだ時にこう、はい、着地地点を間違えて、例えば足ちょっとポンって伸ばしてる時とかあるじゃないですか、ちょっと、はい、
とかで全然違う。違う違う、いやでも俺とちゃう、俺とちゃう、なんで足伸ばす、足伸ばす、何してんだお前。いや違う、シュッて、トイレで何をしようとしてんの。それは誤解ですよ、なんか分からないけど。違う、これシュッて、なんかあれ、これメールもらいたいな、分かります。メールもらいたいってだって男性のリスナーさんは分かってると思うんですよ。いやそれは俺間違えて男性トイレにも入ったことあります私。一回また全然ちゃややこしい、違う角度から、何だろう、また男子トイレ、次は誰を傷つけるのね、次は。いや中学校の時に、中お前中学校の時やったら何でもいい思ってるやろ。芸人と中学校は何でもいいんだろうと思ってたの。何でもいいって思ってないですって。普通やったら何でもええんかい、中学校やったら。よくない言葉あるよ。中学校の時入ったことあります、一回間違えて。ほんだびっくりしようってな、向こう私が悲鳴あげちゃって、でもみんな悲鳴あげてました、全員、男子も女子も、女子は私やけど、どういうことよ、男子も女子もって何人もいたみたいな感じで、ほんだ言われるやろお前。でもあの変態ってしばらく言われてました、中学校の時。ね、中学生ぐらいだと言われるわな、思春期の時に。それ言われるの嫌やな。一回びっくりしたんは、はい、おしっこしてたら隣で男の子が、いや女の子やねんけど、男の子やその時な、おしっこしてはったんや、俺もしてたんや。ほんでまだ新学期っていうんですか、はい、まだ初めて1年の時ですよ。で帰ったんやね。ほんでまあしてはるわな。ほんでパッと見たら同じ顔した男女の双子やってんけど、はい、はあ、同じ顔した人がそこで横にいたはったんや。え、この人さっき学生服着て立ってしてはったんかなと思ったけど、うん、違うねや、男女の双子やねん。それもちょっとびっくりする。すごいっすね、びっくりしたで俺。二度見してしまうかもそれは。そう、そんなまだ最初の頃やからね、うん、え、この人さっき着てた人ちゃうかって顔一緒なんすよ、完全一覧性、まあ、そうそう、うん、一覧性だ。せやけどセーラー服と普通の、うわそれもすごいな、びっくりしちゃうそれは。びっくりしますよ、いやいやいや、脳が ね、 ですね、処理するのに時間がかかると思います。師匠今日は混んでいいよ、混んでいいけどね、今日は心さんの単独ライブですね。ついに今日だったんですね。今日やったんや。今日混んでいいよ、混んでいい、心言うとまた今日るからね、はい、混んでいいです、混んでいいっていうのはどない言うたんやろ。恋というための混んでいいということじゃないんですよ。いや、そういうために高林は来てるわけでもなく、でもなんかややこしい。これややこしいですね。確かにややこしいです、ね。今日は単独ライブでね。打ち上げ、確かに。そうそうそう。打ち上げやったんで、せー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 。うん。でもまあどういうことやったのかっていうのをね、いただいてるんじゃないですか、心の。見に行った方もいらっしゃる。見に行った方もね。うん、ないですかそれ。ちょっと。あ、お前ら持ってないのか。はい。うん。あ、そうかそうか、そう、この番組の元プロデューサーだった中井さんは見に行ったそうで、はい、あ、そうなんですね。どうやったん、どうやったん。いや、なんかすごい頑張ってたって言ってましたよ。あ、はい、まあまあ最初の、うん、単独ライブですからね。満席ですもんね、チケットも完売で、まあ、チケット完売やで、すごいやんか。まあ、こんなも来てますね、はい、YouTube の金賞亭満堂チャンネル、はいはい、やってます、動画拝見しました、はい、久しぶりだけどいつのやろと思ったら久しぶりだけどいつのやろと思ったら、はい、まさかの M1 の何を笑ってるんですか。もう自分で読んでみんやろ。今伝えもう縛り分かってんだって俺だって。マンさん、先日新しくアップされた YouTube の金賞亭満堂チャンネルの動画拝見しました、はい、久しぶりだけどいつのやろと思ったらまさかの昨年11月の真打ち昇進披露興行の様子かっこ笑。この日は当日の公演そっちのけで何やらそわそわしているマンさん、そうか M1 の準決勝進出者の発表の日でしたね。最初から多分無理と諦めた感じを示しつつも、いざ敗退の事実を突きつけられると心なしか目に涙をにじませながら、相方の福島など電話で言葉少ながらに、少なく来年だね自分たちに言い聞かせていたマンさんは、漫才と M1 にかける意気込みと本気度が伝わり、こちらもグッときました、うん、今年は M1 がスタートですね。昨年の以上の快進撃期待してますという。どうですか、この今の運びとしては。M1 の方ですかね、いやもう、まあ、おかげさまで先週ね、浅草東洋館も終わりましたし、もうネタは決まりました。もうこれで行こうって、その7本つ、まあ、単独ライブの、まあ計十何本作りましたけど、はい、うちの2本で、うん、もうこれで勝負かなっていう、あとはそれをブラッシュアップしてちょっと目標はどれやの、
まあもちろん優勝すんねやけども、いやそれは前回準々決勝で落ちて、去年準々決勝で落ちてますから、うんうん、それ以上をシードになるといつからが予選になる、2回戦なんでまだちょっと発表が時期が出てないんですけど、まあ、シードなの、あシードに今年からなりまして、だからまあ秋、まあ、10月とかかな、まだ1回戦やってるから、だからシードっていうだけでもね、うん、もうありがたいですよ。だからやっぱり1回戦はどうしてもあのトップ3など動画が出てしまうので、うん、それで結構やっぱ大きいので、うん、やっぱ2回戦からちょっとね頑張らないといけないな。テレビで見たいですね。だな、本当にテレビでな、そう決勝に出る、いやもうだそれが目標だって、うん、MBS のアナウンサーが ABC の番組に出るっていうのが、うん、決勝やっぱそう敗者復活でも、うんうん、決勝で見たい、うんなあ、うん、まあちょっとずっと毎日やり取りはしてます今日も、はい、ずっと福ちゃんとやり取りしてました、頑張ります。山博さんの、ピカニモニ、ピカモニ、はい、ピカモニを毎週楽しみに聞かせていただいております。ありがとうございます。特に今週の放送ではお酒、特に最近はジンにハマっているペケちゃんは、はい、行きつけのジン専門のバーにある、はい、バーがあると、そんなあるんだ、あるんですよ、そんなんあんねん、バージュニパートリニティ、ウイスキーバーじゃなくてジンのバーもある、そうバージュニパートリニティというところ、うん、天満橋のところにあるんですけども、その方が来てくださって朝からお酒を作ってくださり、それカクテル、カクテルです、ジンソーダに、朝からジン飲んだの、はい、すごいやってますね、9時20分に飲みました、あすごい、はい、で仕事なかったの、そうだってありました、いやいやちょっと待ちいな、ジン飲んでニュース読んでんの、ニュースは読んでないです、さすがに、何してんの、うん、ラジオの収録とジン飲んだ後、はい、いやそれ普通否定するやろ、いやいやそんな日はやってませんよとか、その日はもうシーンっていう形で飲ませていただいたので、うん、あシーンね、シーンです、ガブガブ飲みじゃなくて、でも本当にこの紙コップ半分の2ぐらい、かなり大きいでこれまあまあまあ、うん、これお前ジンやないかすごいやないか、お前ちっちゃいカップじゃないんだね、ちっちゃいカップ、ジンやで、ジンソーダです、まあだ割ってるんで、割ってます割ってますよ、まあ、今クラフトジンとか流行ってますからね、流行ってますけど、流行ってんの、それこそ脱サラしてなんか離島で今男3人でジン作ってる人たちがものすごい今流行ってて、もう手が追いつかなくなってたりとか、うん、空前のジンブームです、あの離島でジンに行かはるわ、そう、あの酒造メーカー あの大手メーカーで働いた人が3人で、うんうん、50代で全員なんだもう退職して3人で会社作って離島で蒸留所作ってね、それで どこなの、え離島は、離島は言うとあかんのか、あ五島列島とかそういうところでも作ったり、いろんなところでジンって作れて、最初だから800本売ったら赤字にならないみたいなんで、でまあなんとかゆっくりやっていこうって言ったらもういきなり2000本売れたりとかして、すごい、すごい、そうなんですって、だから島暮らししながらジン作ってみたいな、そういう人みたいな、それぐらい今ジン流行ってんだね、ジン流行ってる、藤星ちゃんの家にはジンがいっぱいあるんよね、いっぱいあります、なんでそんなジンが、ジンって酔うやろ割と、昔ジンの飲み合いしてたけどな、ジンの飲み合いすごいなガーガーってもう何遍もやったよな、もういや俺最初の頃やって今のあのジンじゃなく小さいやつキャーってな、あ結構ショットで言ってた感じですか、ショットで言ってて、強いですね、いや強いですね、もうさむちゃくちゃな時ですよね、もうあのもう勝負が言うぐらいですからね、むちゃくちゃだから、まああのぐらいですよね、大体に35、6からね、40ぐらいの時に信じてよう飲んでましたわ、あの佐川光夫さんの店とかね、うん、なくなってね、遅かったのかいやんか、君のことがやんか、そのうち飲んでた、知らんやろ佐川光夫さん、佐川光夫さんは知ってます、ああよかったよかった、はい、知ってんの佐川、さすがに知ってます、あのこの間アマロックに一緒に、はい、そうですね、お亡くなりになりましたからね、はい、演技したかったわ、ね、うん、二作になられたやつですね、そうそうそう、うん、うん、どうもあそこ店やったはったんですよ、あそうなんですね、サパークラブをねよう行ってましたね、テキーラみたいな感じで飲んでたんですかね、今でいる、そう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 ですね、はい、そういうことやね、そうそう、テキーラの飲み方ですよね、そんな飲み方は私できないですけど、ソーダ割りじゃないとやっぱりきついんで、テキーラとかは、テキーラもあんまり飲まないですね、うーん、テキーラ飲まない、僕らのあの頃テキーラでしたね、大体 いつ頃が一番飲んでました、その一番飲めたというか、もう飲めたのはまあ30後半とか、後半からずっとこの時期か、うん、お前ぐらいの、いや僕も今アホみたいに飲んでて、いつまでこれをやるんだろうって自分でもやっぱ
怖いんですよ。肝臓壊れますよ。今のところ血液検査してる。大丈夫ですか？大丈夫。全部正常。今抜いてますんで。強い、はい、強っ。月10日ぐらい抜いてますから実はこう。俺もまあまあ、でもこの頃はまああかん言われてるけどね。出たから、出たよ、とうとう出た。数値に出ました。数値出てね、まずいと、あかんでって言われて、うん、いや気をつけてください本当に。健康が一番、ね、健康が一番ですよ。もうもええ年してんねや、その辺の前なのよ。まあ、でも今そんな飲んだはるイメージもないね。ゆっくり飲んだはるイメージがね。そうそうそう、今そんな飲んでないよ。飲んでないよ本当に。いや、そう、疑ってないですから。疑ってないし、責めてもないですよ。なんでずっと僕らが疑ってるんで。いや、なんか信じてます、ね、師匠のこと。お願いします、はい、すいません。やんにちの皆さんこんばんは。こんばんは。 JR 大阪駅のグラングリーン大阪、そうなんねんな、梅北にできたんで、広い公園、広い公園、梅北広場、ね、再開発ですよね、はい、そうそうそう、華やかになりましたと、うん、広さが甲子園球場の 2.5 倍やと、はい、そんなあるんですか。そんなにあるんだ。今サウスエリアとノースエリアがあるんですけれども、うんうん、どっちだったかな、どっちかが2027年度目処に広いところにも完成できるようにするらしくって、森作ったりとかするんですって、うん、でどのあたりやねん。グランフロント大阪の目の前ですね。福島寄りというか、JR 大阪駅の大きい広場あるじゃないですか、はいはいはい、そこのあたりです。どんどん今、うん、開発されててすごいですね。公園みたいなのができてる、ね、うん、公園もできますし、あとスパもできるらしいですよ。何何スパ、スパ、スパもできるんですって。マンションすごい値段で売れてるって。いや、そうなんですか、ね。お前なんでそんなちょっとうさんくさい情報。いや、うさんくさくないじゃん。いや、それはあれで見たんだよ俺。そうじゃ、なんぼかで番組で、なんぼかで売ろう思てんねん。いや、そんなやめてくださいよ僕のことを。そんなマンションのそんなことしてないです。御徒町のそのジュエリー屋さんもそうですけど、みんなちゃんとした人です。本当にマダムもみんないい人、本当いい人。まだまだ暑い日が続きますが、朝晩少しマシになり、うん、そろそろ夏の終わりを感じるようになってきました、そこでヤンニチのメンバーそれぞれに今年の夏の一番の思い出は何だったでしょうか。うわ、私はちなみにアメリカ人と結婚して、で向こうに住んで15年になる妹が、6年ぶりに旦那と甥っ子と姪っ子を連れて親子4人で帰ってきましたと。帰省しました。こちらは全く英語は分からず、向こうは向こうで妹以外日本語が分からない中、3週間いろんなことところに出かけ、おもてなしをしながら賑やかに過ごしましたが、今年の夏の思い出はあるでしょうかっていうね。今年の夏の思い出、夏らしいことしたかな。夏の思いじゃないですけど、6月にね、マレーシアにずっと行ってました。そうか、いいな。ドリアン食べてましたね、親で。ほら、くっさい、もうよく食べましたね、あれ。あんなん食われへんて。本当に嫌な顔してましたよ、師匠。あんなん、あれ、なんやの、あれ。あんなん食われへんて、あれ。いや、だから師匠が頑張ってるって思ったんですよ、なんか。そうそう、向こうの人のことも考えて。向こうの人のね、はい、まあ日常おもてなしじゃないですか。おもてなしやし、それはもう一番の美味しい時期やねんて、うん、え、産まない時期食いたいわ。どんなもんやねん、美味しい時期のあんの完熟のね、うん、はい、もういや、もう完熟も何もええねんけども、はい、冷やしてとか言ったもんね、はいはい、もうそのままのやつを、まんまでしたもんね、そのまま口入れたら、生温かいと結構 ね、結構ね、確かに香りがね、香りが、うん、匂いがいいですよね。うんこやんの。いや、そんなことないです、そんなことないです。そうやって言われてますけど、ね、でもね、もうそんなことないです。そんなこと言われてますけど、なんなのその工程。言われてんの、俺初めて聞いたよ。嬉しいわ、言われてんの。インターネットで調べたんですよ、ドリアンってどんな味なんやろって、うん、そしたらそのような味みたいな感じで書かれていたこともあれば、食べたこと、食べたことあんの。変なフォローいらないよ、もうね。あればって何、諸説あるみたいな言い方しないで。食べたことあんのかいね、俺は食べたいやから、うん、いや、私ドライフルーツを食べました。え、一回ドリアンの、うんうん、どんなやった。いや、ちょっとそれに近いような、硬い、それに近いような、こっちはドロドロのやつやで。あら、私しっかり歯ごたえありましたね。で、だん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 その唾液で柔らかくなっていく感じです。
ドリアンが。匂いはどこやねん。匂いはですね、鼻からこうプンと。あ、そうなんだ。はい、結構、はい、食べてみたいの。で、あの残るんですよね、口の中で。あれだって臭いつけもんね。うん、いや大丈夫だもんよ。いけますかね。うん、もう一回食べましょう。僕は鼻が効かないんで、あんまり。なんかね、食感が好きそう。そうそう、いや何が分かってんだよ。でもいやでもでも好きですよ。いやいいなと思ってましたけど。夏の思い何が分かるんだよ。夏の思い出、まあ、私はね それでしたね。まあ僕はさっき言いましたけど、8月31日東洋館立てて二人でやっぱ万歳ね、もう満杯の中で、しかも台風でもうやれないかもしれない、うん、どうしようみたいなところの中で集まってくれたお客様の前でやれたら、やっぱり、うん、まあ、7月もね名古屋もやりましたけど、やっぱちょっと東洋館は別格でしたね。はい、どうでしたか。夏はユニバーサルスタジオジャパンですかね。あの今夏でやってるあのびっしょびしょになる、あれ、うん、できた、あれのパレードを取材ですけど、あ、ミニオンもいましたし、いましたいました、ミニオンがびっちょびちょにしてくれるんですよ。ああ、ほんまにびっちょびちょですよ。結構かけますよ。なんでかけるとかじゃない、もうかぶる、もう水がかぶるくらいの、そのスペースがあるんですよ。ルアースで着替え持って行ってないの。着替え持って行って行ってか、もうほんまも濡れて、そんな着替えなきゃいけないくらいびっちょびちょ。ただもう暑いから、もう全部びっちょびちょです。いや乾くんですか。でも乾くんです、暑いから。一般の人もその乗っていってない。そうだから結構子供たちはもう水着着ててとか、ね、今着替えて着替えてそうできるぐらい。ああ、ブルーもいてた。ブルーもいてました、いてました。ああ、ありがとうございます。ブルー一番上の高いとこ乗ってました。あんま近づかさないようにしてんねなんで人気ないからほんまに。そんなことない。暗いかな夏。私は仙台に友達と行ったことですかね。誰と行ったの。友達です。あー楽しい。ほんと面白いよね。ほんとにほんと面白いと思う。ほんとに行ったのって友達です。いやどう友達と行った友達と行った地元の友達と行きました。地元の友達、地元の高校の時の友達と行って。男の子、女の子です。女の子、はい、あ、ほんと。なんでそうやって聞くからでしょ。男の子みたいな感じで言うから。女の子すげえ女の子って言うじゃん。宿能やんけ。高校の時の友達と行きまして、久々に泊まりがけで泊まりましたね、一泊。なんで仙台やったんですか。私牛タンが食べたくて、で美味しいところ知ってるから連れてってあげるって言われて行きました。いいな、牛タン食べに。いいな。でその後あのなんか結構田舎のホテルがあって、うん、そこのそのバイキングがめちゃくちゃ美味しいっていうので連れてってもらって。海沿い、海沿い、山です。山の方、山の方、すっごく美味しかったです。野菜が、野菜が美味しかった。野菜美味しかった。バイキングで野菜、うん、野菜めちゃくちゃ大きいんですよ、一つ一つが。だから野菜食べに行ったみたいな感じですね。え、牛タンじゃなく。いや牛タンはなんか嘘ついてない。大丈夫、なんか牛タンって言って、ね、本当はなんか、ね、なんか本当に女の子の友達と行った。大丈夫、行った。牛タン誰の下食うたんやん。どういうこと。牛や、牛誰のとかあるんすか。下って牛です。牛の牛タンを食べたんです。なんかこれも焦れば焦るほどダメです。なんか万堂さんの気持ち分かりました。そうでしょ、はい、落ち着いて喋ろお互いに。あと嘘つくのやめよう、お互いに。もうお互いに嘘ついてないから。すいません。やだやだって何。なんか今何言っても何も信じてもらえないもんだって。やだ、夏の思い出言っただけやの。夏の思い出言っただけなの。ダメこの子な。なんかごめん。やだもう。鶴瓶さんの目怖かったこんな目や。ほんまに、ほんまに友達かって。またアクリル板できたねこれね。もうなんだよ。お前。お前。俺の前だけど。なるじゃん。多分なんか。もう一回外れたのに、あれよく見たらまた戻ってたから。確かに。なんか面会してるみたい。なんか面会してるみたいですね。なよ、なよ出してもらいやい。面会してるみたい。ヤンタンため息。ため子の粉。オセロヘア世代さん。朝自分のおならで目覚めた。えらい臭い
ので気分悪なって会社休んだ。ラジオネーム京田辺の丸。3年前から読み始めた広辞苑を今日読み終えました。千葉県浦安市、ラジオネームにょぺ山さん。じいさんたちが、何山さん、にょぺ山さんです。にょぺ山さんです。じいさんたちがパラリンピックの話題で盛り上がっとった。一人のじいさんはパラパリリンピックと何度も間違えて他のじいさんに突っ込まれてた。でも突っ込んどったおじいさんもゴリンピックと言うてはった。京都府京田辺市、丸星三角四角さん。嫁に最近携帯電話代が高いと怒られた。通話明細を確認したら3テレビボックス席のプレゼントの電話かけすぎてた。神戸市のしーちゃん、ラジアン M。 73やん、こっち。いや、読めてます。読めてますもん、何。読めてます。それは疑ってください。ありがとうございます。こんなおっさんしん、おやそやんのおかしいやない。12時も超えて。まだ11時。まだ11時か。今日はね、今日はオンタイムなんですよ。先日の夜、近所のドラッグストアで喪服姿の50らしき女性が箱入りの線香と箱入りのコンドーム一緒に買うとった。そんな洋さん使わんな。あ、すごいな。ラジオネーム芝龍。スマホの音声入力で金賞亭万堂と入れたら禁酒して面倒と表示された。大阪狭山市、ラジオネーム山汁場さん。エレベーターに乗ろうと小走りで駆け寄ったら乗ってたおばちゃんが閉まるボタンを連打して閉めよった。奈良県奈良市、フリンコリンズさん。嫁さんが入院したので食料や酒あてを買い込んだら一日で退院してきた。嫁さんは冷蔵庫を見て楽しくしてたみたいやね言うとった。たくさんのため息ありがとうございました。来週もたくさんお待ちしております。ヤンタンため息ため子の粉。いやね、本当に、はい、心のライブはどうやったのかいうのね。ねえ、そうですね。電話知らないですから、うん、でも、まあ、今でもいいんですけど、まあ、来週でぐらいでも読んで聞いてみたい。いやいや、でもね、この、いや、そうですね。でも聞きたいですよね。聞きたいね。うん、1時間単独やって、うん、まあ打ち上げやってんのかな。きっとそうだと思います、うん、高林どないなってんの、あのライブは。あいつ知ってんのやろ。高林さんでも東京やったら。あ、東京か、ね、あいつ東京の偉いさえ、はい、今ね高林さん、しかもあのどん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 なんか固められてる感じしますよ。何がですか。打ち上げに行ってもね、行かなきゃいけないかもしれないって。そうそう、あ、ね、そうかそうか、また来た時に打ち上げ中に聞いててもかわいそうやしね。なんか、ね、確かにね。主役なのに心ちゃん俺だったらもう酔っ払ってるな、この時間だったら。いや、この時間だ、俺だったら酔っ払ってるだろうなって思って打ち上げやってる、ね、終わってから ね。そう、確かに。うん、うん、
それ多分タメ子の子なんで、タメ子の子なんで、メール読んでるなと思ったらタメ子の子なんやこれ。いや、タメ子の子はいっぱい来てましたね、タメ子いっぱい来てましたよ、本当に。いや、お前のあれをしようかなと思ったんですけど、あ、褒めけね、褒めけ、褒めけね、どうですか。はい、あ、滑るかもしれない、そうしましょう、そうしましょう。このコーナーではマリリンさん、マンドーさん、藤林が今話したい話のタイトルだけを進行表に書いています。そのタイトルだけを見て鶴瓶さんに決めてもらい話を披露していきます。今日は真面目やな、不思議なご縁、赤っ端の3本です。ここのとこずっとマリリン撮ってますね。そうなんです、ずっとですよ。そろそろこっちだってもうずっとでした。夏の祭りかけないといけないんだから大体がね、大体がそうですよ、ね、そうですね、赤っ端。はい、私です。あ、やっぱりトップバッター。トップバッターです。あの、うん、この間お店でご飯を食べてる時にね、うんうん、あのちょっとあの私のこと知ってくれてる方が他の席でご飯を食べてはって、うん、で見てましたと、はい、でなんならその朝の番組ですね、うんうん、見てたって言って、ですごい好きで、うん、そのリポーターの方一番大好きでしたってすごい熱烈なぐらい言ってくださって、うん、うわ、そんなん言ってもらえるの久々やし嬉しいなと思って、うん、写真撮ってくださいって、全然いいですよとかって言いながらこう写真撮って、じゃあこう周りの人も、え、以上撮りたいとか言ってくれて、なんか他の人たちもあれ誰やねみたいな目で見てるけど、うん、まあでも、まあ、嬉しいからありがとうございます、うん、言って、男の方、それは男性のお客さんたちが多い中でね、写真を撮らせてもらうたんですよ。で自分の席に戻りました。でその時に何を思ったか、そのカバンを入れてた箱があってね、それがちょっと椅子から遠かったんですよ。だからそこの荷物 を取りたかった時に、立ってその荷物を取ればよかったのに、私ちょっと横着をしましてですね、椅子に座ったままこうちょっとこう遠いところに手を伸ばした。そしたら椅子がスコーンとひっくり返ったんですよ。で綺麗に虫がひっくり返ったみたいな形で、足バシャーンってみんなの前ですごい音であんだけ人気あったの。そう、ほしたらもうみんながびっくりするじゃないですか、うん、なんなら知らんかった人も見るじゃないですか。でみんな笑いたいけど笑えない。で一番気まずかったのは写真撮ってくれた人たち。 でもなんか言わなあかんと思ったんでしょうね。やっぱり豪快にこけるんすねって言われて、いや違う違う、優しい、ね、いや気まずいってなって、うん、みたいに。でもまだそっからご飯食べてたから帰れへんくて、私もずっと恥ずかしくて、もう赤っ端かきました、うん、大丈夫でした。スカートじゃなかった、スカートだかな。でもね、長いスカートやってから、そう見えては多分ないんですよ。ただ虫みたいなポーズにアピール、そうもう足虫がひっくり返ってみたいな、なんか出てくる、ほんまにひっくり返ったぐらいの感じになっちゃう、うん、ぶわー見したってよかったよな。まあ、それ逆にね、豪快にね、もう見やったもう一生会えないってなりました。まあそんな時ありますわ ね、うん、女の子かわいいし、音がそう見せるもんが別にないですから ね、まあ、ねあのスカートじゃないんでね、はい、ミニスカートじゃなくてよかったですけど、うん、不思議なご縁。これ僕なんですけど、今日あのサバエで落語会をやらしてもらったんですけど、そこに来てくれたお客さんで、メガネ屋の斉藤、斉藤さんもいましたけど、あのちょっともう久々にお会いした人がいて、それがあの、ね、刀鍛冶の刀匠、刀作ってる、うん、なかなか会えません、会えないですよ、もう越前打ち刃物ですかね。いや、ちょっとまた別なんだけど、たまたまねそれはね、いろいろそこにいて来てくれて、ご縁で来てくれたんだけど、その人の出会いが不思議で、まあ全然ロケでもなくプライベートでちょっと刀鍛冶の体験っていうか、なんか 見れるって一回行ったんですよ、うん、で行って、もう灼熱も本当鮮度とかなんか熱い中で、うん、もうそれこそその人自身もちょっと仙人みたいな格好の人で、うん、でもうお弟子さんもいて、こうなんかバーンってでも無口でずっととにかく男の仕事って感じなんですよ。でその人それ見た後に、ちょっとよかったらなんかお茶でもどうですかって言って、いやその方あ、ありがとうございますって言うんですけど、人間国宝になるぐらい、いやみたいな人だと思います。ずっと無口なんですよ、うん、何にも喋れないんです。二人でお茶飲んでて、うん、でずっとでどうしようかなと思って、でなんか、あ、僕まあ、先ほど見せた落語家でみたいな、師匠はなんかさよて好楽って言いますみたいな、うん、あ、そうですかみたいな、別にそんな、うん、職人さんこれも盛り上がらないかと思って、うん、でなんかところでって僕が言ってくれて、その当時まだ金賞でマンドじゃないですから、三遊亭トムの トムって何ですかって言われて、あの本名ですって、変わってますねみたいな、あ、北斗七星の夢っていうのがトムが本名の、名字はって言ったら、あの末高ですって言ったら、末高、末高トム、末高トム、ちょっと待ちなさい、
お母さんうちに末高トーンが来たよって言って急にちょっとお前あいつかあの超つまんないやつだろって言って急にバーって爆笑しちゃってお前あの超つまんないやつだろって言われていやつまんなくないですけどってお母さん、あいつだよ俺お前のことが大好きでみんなにバカにされたんだけどすごいなお前な落語家だったのかよかったじゃねえかよって言われて急に酒出されて俺そこからベロベロその人が見に来てくれたんですベロベロそれはもう前からお前のことが好きで、はい、あの全然つまんないけどつまんないけどなんか好きだったんでしょうねそれでしばらく見なくなったと思ったらお前落語家だ心配してたんだよかったなって言ってあの普通の末高トムの時が好きやったよな、はい、そうですねだから今日はまあ別にそんなでしたなんか落語やったんですけど、うん、ずっとあの無口のままでずっとこうやってうなずいて聞いてくれましたやっぱりしょうもないとしょうもないとは言ってなかったですけどでも喜んでわざわざ福井まで来てくれましたへ、えーどっからどっから、なになに末高とオウムが好きだったんですね好きだったのが超つまんないやつと言って、ね、超つまんないやつだよなお前はって言われて急に気さくまあまあいやいや全然もう間違ってない間違ってなくないですいやいやその人それが好きまあそうですねそれが好きまあでもそれで好きでわざわざ落語会までどっからどこへ来てくれたのだから岐阜の方からあでもそれはあの理由があってちょっとその仕事でそっちに来てたんですってで僕 SNS つながってるからそれを見てちょっとこっそり行ってみようみたいな、岐阜だったら福井からちょっと近いんだよね1時間2時間ぐらいでね、まあ、近いね、はい、まあでもそれでもねそれでもわざわざ来てくださるのが、不思議なご縁っていうか向こうがね不思議な人とつながったやなと、うん、でこれはもうすごいことですよいや俺あんなに無口だった人が人ってこんなに変わるんだってぐらいよかったじゃねえかよっつってあんなもうほんと仙人みたいな人がでそっからちょっとお酒飲んだりまあそれから結構あの東京とかでもあったりとかするすごい、そっからが繋がるのもすごいですねそっからがその人の不幸の始まりやいやいや金使わない喜んでますよもう喜んで今日も手ぬぐい買ってくれましたよ本当にまたそれやな、はい、ありがとうございます何々買ってくれましたよ真面目やなはい私なんですけど真面目や昨日母親がですね、あの来てくださいました来てくれて、うん、昔で喋り方大阪に大阪に来てくれてっていうのも私が好き抜き打ちなの抜き打ちじゃないです、うん、あの私の好きなアーティストのミレイちゃん、はいはい、ミレイさんと、ね、のライブに行ってきたんですけども書いてましたねミレイのライブにそうなんです半年前にチケットを取って母親と一緒に行きたいから、うん、取るから一緒に行こうって言って半年前に約束して、うんうん、それが昨日だったんですけれども、うん、母親はそんなにライブに行ったことがない、まあ、それはそうでしょうね、まあ、福井なんで田舎やしあんまり行く機会もないと、うんどっちかって言ったらコンサートとか、うん、ピアノのコンサートとか音楽のコンサートとかに行くんですけれども、うん、これでライブっていうのはあんまり行かなかったんですね、うん、でコンサートとライブはちゃうの、まあ、コンサート確かに違うなんかその音楽だったらピアニストの音楽だったら座って静かに聴くあで立ってウェイって言いながら掛け声したりとかあんまり経験がなくて、で母親がどうやって楽しめばいいみたいなことをずっと聞いてたんですよ。だから私がいやあのその場のノリでみんながやってることやればいいんだよみたいなこと言って楽しもうみたいな感じでドキドキしながらいたんですけれども、母親ってちょっと真面目なのか天然なのかわからないんですが、あの、まあ、MC の時とかは、うん、その疲れてるから座るみたいな感じなんですけれども、前後左右私は右側にいたんですが、いたんですけど、前後と左の人にすいません今から座るんで座るんで面白い座りますって言って許可を取って座ったりとか、リチ迷惑やな。であの手拍子とかも合わせなあかんから、私にどうやってやるのどうやってって、あこれはここでタンタンってやればいいのね、わかったっていうのをやってるうちに曲が終わったりとか、全然集中ができなくって、うん、最終的にあのタオル回したりとかして盛り上がるじゃないですか、うんうんうん、タオル持ってきてないって言って、うん、お母さんが着てた T シャツ脱ごうとして T シャツ回そうとしててそれをやめやめって言ってかわいそうやから私が着てたカーディガンを貸してあげて、あそれを回しながらずっと楽しんでて、それもおかしいやん、それもなんかそれ回さんでええねんでええねん、なかったらね、カーディガン回そうもあんて、そんなもん、いやなんかかわいそうやなと思って真面目やから、うん、なんかそういうの一緒に楽しまなあかんから、まあ、若いからあれやけど、お前もそんなんやで、ええー、ってな、いやすごいあのやっぱ家族なんだなって思ったよ、そう思って聞いてるよ、はい、うん、
で最後ミレイちゃんが歌いながらマイクパフォーマンスとかするじゃないですか、はいはい、それも真似せなあかんと思って、うん、こうやってずっとそのマイクのパフォーマンス真似してて、うん、隣にめちゃくちゃ笑われる言うたれマイクのパフォーマンスって何それ言うたれそれ例えば両手でマイク持ったりとかして、うん、あのピースとかやったりとか、うん、なんかひらひらってあの羽をあの思わせるような動きとかしたらお母さんも一緒に羽を思わせるような動きとピースとかふたあのずっと身を見まねでやってたっていうかわいい真面目やなと思って楽しまなきゃって思った横目で見てて私はずっとのニヤニヤしてました同じやんな多分ねお母さんと言ってなかったらしてるでしょ、うん、あ同じことやってテンション上がって T シャツ脱いでそうだった、うん、T シャツは脱がないですよ脱ごうとしたらさすがに静止しました母って静止の仕方母ダメだよって言いましたあがっぱじやあら私のでいいんですかじゃあ、相川七瀬さんで夢見る少女じゃいられない秋になっちゃうミレイちゃんかけたかったいやいや今ね相川七瀬さんの歌が流れてますが、はいはい、これがものすごくね盛り上がるんですね盛り上がりますね本当にいいうんやっぱいいですよね夢見るからおはようございますパンツ入るの何なのねびっくりしたよもうついに何家着とかじゃなくてもうえパンツほんでだいぶどうやって心が来ましたんですあらお疲れ様でした満杯で誰か打ち上げ中じゃないですかいやあのラジオは聞いてて打ち上げ中にあのいやもう漏らしてえ打ち上げ中にこうやって聞いて打ち上げ中にいや楽しめる打ち上げそれいやでもほんまに確かに、誰たちとその打ち上げをしてMBS の方々が来てくださってて、うんはい、あのラジオ聞いてて、うん、あの言ってくださって聞かせていただいて、盛り上がったの割とそうですねほんまにあの優しい方々で、うん、ありがとうございますそれはもう最初のなライブやねん初めてのだって初単独で初単独で満員で満員でやな、はい、なんかあの多分初めましてで来てくださった方が多いと思うんで、うん、その自己紹介してからあのネタとか入っていかなかったんですけど、うんうんうん、あの感無量なりすぎてもうすぐ入ってもってちょっと喋るわけでもなく喋るわけでもなくなんかわありがとうございますみたいなそのまんまのシークレットゲストが あのいたんですよ、うん、あの吉本の同期の、山下っていう、うん、山下いるんですけど、うん、をすぐに紹介してしまって、うん、山下にも悪いことしたなと思って、うん、巻いちゃったの逆に、まあ、だいぶすごい巻いちゃって山下はなあの、まあ、単独あれコンテスト出てるよね山下はい男だの女ピン芸人で ABC お笑いグランプリで決勝に行ってて、はい、山下出ましたです。ゲストで。ゲストで来ていただいて。すごいですね。松竹の方がの単独に、うん、吉本の芸人さんが来るっていうのは、うん、かなりあの揉めましたね。揉めた。いいんですかそんなリアルな感じ。あのでもほんまにだいぶ来てくださいって感じだったんですけど、やっぱ山下も今めちゃくちゃ忙しくて、うん、なかなかね簡単にはスケジュール取れないっていうことで、かなりあのもうちょっと待ってくれって。いや頼むから山下を呼んでくださいって言って。だいぶ揉めました、でもね、それでみんなの個人力で、でもはい来てくれてゲストで山下呼べてっていう感じで、はい、よかったよかったな、無事終わってありがとうございます。結構もう疲れとか出てないですか、大丈夫ですか。いやまだなんでしょう、まあ、こうしてね、アドレナリンが出てるとか来た時お前な何も履いてないのかな、そうです、びっくりした。本当に T シャツが何も履いてないと思って、彼氏の T シャツが履きましたみたいな、彼氏ん家で T シャツ借りちゃったパターンのやつ、うん、泊まってたとかじゃないんですよ、泊まってたって彼氏ん家で聞いたわけじゃないじゃなくて、はい、ビートルズの T シャツで、いやしょうがないですもんね、彼氏ん家って言うから急になんか嫉妬したみたいな感じ、今なんか彼おんのかみたいな、いや今空想で話しましたよ、僕が今本当に赤青鉛筆めっちゃ折れそうぐらいに言ってましたよびっくりした今そうか思い出したこんな感じだったんや、そうや、鶴瓶さん私はびっくりした今、鶴瓶さん一筋なので何を言ってんねん、そんなんもう、はい、彼はいないやめてくれや、いや喜びすぎる、やめてくれ、鶴瓶さんだけなので、やめてくれやって何ですか、鶴瓶さんだけなので、いややめてくれ、なんでやめてくれって言いながら私の顔見るんですかいつも思うんですけど、鶴瓶さんだけなので何を言ってんねんお前
なんでちょっと下手くそみたいになるんですか。なんなんですか。ちょっと下手くそみたいになるじゃないですか。なんかツッコミが下手くそみたいな、いきなり。急なんなん厳しいんですよ。急に中二なんですよ。ほらほら急に。中二。それやお前今ぶっさいくなかなってんのよ。言うてるやろ。なんで私にはきつく来て、心ちゃんには何言うてんねえ。鼻の下めっちゃ伸ばした。顎出して。そりゃしゃーないやんけ、その。しゃーないやんけ、なんですか。しゃーないやんけって言うね。すごいね、なんかここじゃくと必ずこの輪が乱れるんだね、なんか。いいですよ、やっぱり師匠がそれだけ違うんですから。いやだから単独ライブはどうやったんやって言うてるだけ。何回も言ってるじゃないですか。感無量ですって。怒ってるわ。ブサイクって言われたの。感無量ですって心ちゃんが言ってるでしょ。怒られてどれぐらいあった時間は。時間は、1時間の予定やったんですけど、うん、1時間半になってしまいました。でもいい、よかったよ、それ。いっぱい話しちゃって、はい、グッズはどうでしたか。グッズの売り上げ、グッズも、まだ私確認できてないんですけど、うん、結構いっぱい買って、あ、今日もあの持ってきてまして、皆さんに受け取っていただけたらありがたいなっていう。え、可愛いあのあれですか、ステッカーみたいなやつですか。持ってきました。いやー、あら、うん、本当ですか、受け取って。師匠の分は。もちろん、ちょっと持ってきてくれよ、それ。今なんですか終わってからでいいじゃないですか。知らんやん、俺そんなこと。グッズなんかどんなんかも全く分からへん。なんで持ってくるんですか。レイカちゃん頼まれてた。レイカちゃんは悪くない、レイカちゃんは悪くない、本当。めちゃくちゃ厳しいの。これがステッカーで、めっちゃ可愛い。皆さんよかったらあの SNS で見てくれたら。これめっちゃ可愛い。だから言ったじゃないですか。これ開けていい？はい、師匠に見せてあげて、師匠にこれちょっと。うわ、これ師匠にあげたら、これこれこっち、えらいことなるかもよ、これ。あ、可愛い。何種類あるの？これはステッカーは4種類ありまして、大きい顔がいっぱい、すごい鶴瓶さん。これ可愛いじゃん。鶴瓶さんすごい。これどうですか、これ。それすっごい可愛い。なんか喋ってください。なんか喋ってください。あの本番中です。はいはい、無言でニヤニヤするのやめてください。鶴瓶さん。なんやねん。学ぶになってますよ、鶴瓶さん。なんか学ぶになってる。何業さん植えて。ね、まあ、すごいなこれ。可愛いこれ。いろんなグッズあったんだもんね。はい、あと缶バッジ、自分で手作った缶バッジ。手作った。あのチキチキジョニーさんからその手作りグッズというものを受け継いでまして、すごい。チキチキジョニーから受け継いだ。いや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 。なんでそんなこと。ひどい。ひどいです。ダメですよ。ダメですよ。チキチキジョニーさんは別にそのね、工芸をだってその作り方を教えてくれたんでしょ。手焼きで、あの DVD とかされてるんですよ、チキチキジョニーさん。そのやっぱ手作りでファンの方にその気持ちを届けるっていうもの。ファン思いやしね。全然興味ないじゃないですか。チキチキさん。今喋ってる、はい、ステッカーしか見てない。また見てる場合じゃないんです、ステッカー。何なんですか、ちょっとこれ好きなんですね、このステッカーが。いや別に俺な、はい、いやお前らはそんなん言うからおかしなことになって。いや違いますって、毎回こうなんですって。違う毎回そうですよ。そうですって。なんでこんなことになってもたやろ。毎回こうなるんですもん、うん、こうなるんですもんって、お前らがそう言うからやないか。いやこれじゃあ師匠に。ああ、受け取っていただけたら。直接どうぞ。お前らいらんことそれちょっと見せなさいよ。いいですか。鶴瓶さん、どこに貼るんですか。貼るとしたらどこに貼るんですか。貼るんですか。これね、これ貼るの。貼るんですか。ってステッカーだから。そのまま持っといても。持っとくやつ。持ってたよ。じゃあお守りにするんですか。いやいや、何しようが勝ってやんけ、お前。あつこステッカー作ればいいじゃん、それで。そうそう、それで勝負しよう。あそこステッカーって。あそこじゃないですよ。心のパンティの下じゃなくて。いやすいません、すいません。それは。うふんじゃないんですよね。なんで今の発言をした後に心ちゃん一回見たんですか、本当に。いやいや、これがたまたまこう落ちた。ステッカーがそこに落ちてましたけど。ちょうど、まあね、そんな。何怒ってんの、お前。鶴瓶さん、あつこステッカーの話なくなっちゃったからね。ごめん、ないって、あつこステッカーの話。いいですもん。あつこステッカーってあんの。ないです。今、ぶっさいかと、ないですって。ないです。いや、あのな。めっちゃ怖い。可愛がってた犬が、ぐわー。
なり気まぐれ、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 ひどい、ネタ帳に挟んだ大事さ、一番大事なところに挟んだ、今一番大事なところに挟んだ、一番大事すっごい怖い彼女みたいな、怖いよね、本当絶対付き合ったら怖いだろうな、本当に一番大事なところに挟んで、大事そうに、怒ってる怒ってるよ、そんな怒るアナウンサーもやらへんよねえ、そんなアナウンサーが、いや怒りますよそりゃ、いや立場としてはお前そんな、そんな怒る立場じゃないやろ何やねん、何が、もちろん本当に心ちゃん本当にお疲れ様でした、いやありがとうございます、鶴瓶さんですよ、なんでね、本当にだから怒るパターンなんねん、いやそれやっぱりだからね、ちょっとこあ心はだから、かみんなをみんな置いて、打ち上げで置いて、置いてこう来てくれて、確かに混んでいい言うてんのやな、 また戻るの、はい、えお酒は飲んでないってことですよね、いや、ちょっとだけって感じです、気持ちのウーロン茶で、なあ、ウーロン茶で、でもやっぱり嬉しかったよ、それ終わった時にみんなでこうやって、それは鶴瓶さんでいただけて嬉しかったです、いや、はい、何今のどういうの、もうダメですやっぱりこのじゃ、はい、おかしくなっちゃうから、しかもニヤンって私の顔見て言うから怒ってほら、ほんまに目見れへんようになるから、目見てへんし、やめてくれやもうこれやめてくれやもうもうやばいですよ、ほらもうキレがなくなる、あとほら2分ちょっとしかないんですから、ほらもうなんか師匠がデレデレしたらもう気づいたら10分以上過ぎちゃってましたよ、もうひどいひどい、でなんか分かんないけどものすごい怒ってるんですよ、もうほんと何怒ってんねんお前、そりゃ怒りますよ、え俺お前となんか関係あったか、はい、あのそうなってくるぐらい怒ってるから、ね、ほんと怖い彼女に、いやまあ怖い彼女だわ、どこの女芸人よ言うて、そうですね、うん、あまりにも変わるから、いや変わるっていうかね、やっぱり気になってやね、いや気になってやね、なってライブやったからやね、1回目ほんまになんで目見ないんですか目合わせてください、心ちゃん目合いました、いや戻って、あ今ちょっと今合いました、今合うたよって、ね、今合うたよっ て, よってやめてくれ、もうそんなこと言うの、師匠が呼んだんです、中学生になるんだ、俺呼んだんか、師匠が呼んだんですよ、そうですよ、オスナオスナ系、オスナオスナ系、英語英語でけれどもみたいな言い方するからですよ、そうですよ、なんでお前にまで怒られない、いやいやいや、だって怒ってないですよ、いつもね、そうだから、これちょっとね、気づいたら打ち上げでももうラジオ聞いてる状況になってるんですよ、おかしい、かわいいの、ね、MBS さんの配信、次はいつやねん、そのライブあるのは、え、単独ですか、単独というか今年は、次のライブは、私は次は9月の29、一人でやるの、もちろんピンです、私はピンでやろう、はい、それは、うん、単独はまだ、まあもうまだまた、うん、はい、時を空けて準備してやりたいなと、ね、はい、良、まあ、かったよね今日の単独は、はい、おかげさまで本当にあのヤンニチでもあの告知させていただいて本当にありがとうございます、皆さんちゃんとお礼を言ってくださいこれね、はい、あのはい、今聞いてくださってる方もあの本当来てくださってありがとうございます、気をつけて帰ってください、もう着きましたかね、まあまあ時間だもんね、もう撮ってるか、余韻で飲んでたりね、あ、かもしれない、気をつけて帰ってください、ありがとうございます本当に、まあ、またね、また次のライブの時はまた言いに来ていただいてね、何やねんもう、何も言ってないです、次のライブだから見てます、ね、鶴瓶さんは私は見てます、怖いんだよ、怖いんだよ、あの人やっぱ、ね、なんかあったの、あれ怖いよ本当、怖いですね、何ね、何もう勘にしてくれよ、俺を責めるの声出てへんよね、俺を責めるの勘にしてくれ、すごい、誰か俺の通訳してくれ、おー終わっちゃった